こんにちは日本語クラスです。お元気ですか私は元気です。今日は日本人が3月に何をしていますかそれについてお話します。はい。この話は実はもう3つ目のポッドキャストです。はい。えー、3月ってまだ桜が咲いていません。 はい写真は桜がとっても綺麗ですねはいですが3月はんーまだんー最後3月終わりの頃だったら咲きますがまだですね今この私話してる今はまだですはいじゃあ、えー、3月って日本人何してるかというのをはい、えー、話します実はこれ3つ目のポッドキャストで前に 小学生と中学生は何をしているかと高校生は何をしているかについて話しましたはい今日は大学生と会社員は3月に何をしているかそして何を考えているかについて紹介しますはいじゃあ始めますね、えー、そうですねそして前にも話したんですが3月14日は ホワイトデーという日がありますはい、えー、とこれはバレンタインでもらったものを返す日ですはい。え何それという人はぜひこのバレンタイン日本のバレンタインのボッドキャストがありますはい、私の youtube チャンネルにありますからぜひ聞いてみてくださいこれは日本のオリジナルの文化ですはい、ホワイトデーというのはですのでぜひ聞いてみてください聞くとわかります じゃあ、えー、と小学生何してると中学生は何してるそして高校生何してるはもう前の2つの前の2つのポッドキャストで話したので、えー、そっちを聞いてください。で、えー、とちょっと前の高校生の時に言い忘れたんですけど高校生あの大学に行くのが決まった高校生です。えー、ともう3年生で卒業した 3, 3月に卒業ですよね3月1日に卒業するでもう私大学行きます決まってますとか専門学校行きます決まってますとか就職します会社に入ります決まってますという人は3月はもうほとんどもう休みですはいよかったねおめでとうございますということですねだからもう3月はもうほとんど遊んでいてもいいですよねはい学校ないし。 そうもう次にやること決まってるし、はい、えもちろん大学行くの決まってない浪人生、はい、話しましたね浪人生老人生だとはもう勉強してると思いますがもう決まってる人だったら遊んでいるとかアルバイト行くとかあと旅行に行くはい旅行に行く卒業旅行、はい、に行く人もいます。 これ家族で行くことが多いはずです。高校生だとまだ若いですからね。そしてあとは引っ越しする人も多いです。はいえー、と今までは家族と一緒に住んでたけど大学は遠いところだから私は一人で生活始めますとかそういう学生も多いですよ。うん、あの学校の寮に入ります。そういう人もいますよね。そうそうそう。でした。えー、と じゃあ次行きましょう大学生行きましょう大学生はまた高校生とは全然違う世界です。はい。えー、この写真を見ると大学生すごい勉強してるんだすごいな日本の大学生というふうにも思えますがこっちの右の写真みたいに「え何このピース」楽しいダンス」みたいな。はい。そうです。えー、日本はですね前にも 高校生の3月について話したポッドキャストでも話しましたが大学は入る時が一番大変日本はそして入ったあとはそんなに大変じゃないです、はい、でもこれもちろんどこの、えっと、どういう学部そうサブジェクトは何ですかメジャーは何ですかそれによって全然違うんですけどあの例えば医学。 こう医者になるとかえそういうのは大変ですよねあとは建築家を建てるデザインするはい設計するとかそういう人たちは結構あの宿題とかレポートとかが多いみたいですあとは科学そうケミストリーの関係の、えー、勉強する人は実験よく実験をしなければいけないとかいろいろある研究が大変と聞きますが。 それ以外の例えば経済学部とかエコノミー勉強しますとかエコノミーはそうですねやっぱりよく聞くのはやっぱりあんまり勉強しない <laughs> そうでみんなじゃないんですけどそうでもやっぱり医者になるとかそういう人たちよりはレポートは少ないはずですね、うん、だから入る時まずとっても大変です大学は。 日本はでも卒業はレポートを書けばできます卒業はいそんなにもう卒業できる人は20%しかいませんとかいい,い,いそんなことないですもうほとんんど卒業しますみんなはいだからあのまず入る時が大変だから高校生の3年生の時が大変なんですねそうテストに合格しないと入れないからそうでじゃあ入った おめでとうございます良かったですねはいじゃあ行きましょうまず大学1年生でもう高校1年間終わってあごめんなさい大学1年間終わって3月はい ええー、だから、大学入った、わあ、よかった、おめでとう、入った、わあ、楽しいな、大学だ。で、一年間、大学の生活した、わあ、よかった、楽しい、楽しい、友達いっぱいできた。で、時々レポート書く。うん、でも、まあ、高校生の時より、そんなに大変じゃない。で、え三、ー、月になりました。はい、お三月になると。春休みです。はい。わあ、休み、休んでいいんですか。ね。そう、大学はですね、まあ、だい うーんですね3月はもう休みですね、はいえーと。早い学校だと2月の下旬2月の終わりくらいからもう春休みが始まる、はい、そして4月の初めぐらいまで休み、はい、だから長い学校だとだいたい2ヶ月ぐらい休みです。はい、春休みね、うん でえっ、ー、となんか一1年生でその3月の時は休みですねやった大学ないイエス何するはい1年生だったらやっぱり大体アルバイトはいアルバイトをするお金が欲しいですお金が必要ですはい大学だとあのー、自分でお金を作って自分で買いたいもの食べたいものを買う はい、親からあんまりお金をもらわないという場合が多いです、はい、だからアルバイトをしなければいけない、うん、あとは例えば留学に行きたい外国で勉強したいと思ってます1年間行きたいですとかそういう人だったらやっぱりアルバイトしてお金を貯めるというためにアルバイトしますよねそうで、えー、今1年生は大体そうですはいそしてじゃあ また、その後、学校始まって、じゃあ、二年生始まった。わー、学校だわー。で、二、えー、年生の三月になった。はい、二年生の三月になったら、また春休みですね。そう、三月は春休みです。はい。大学二年間勉強終わった。よし、春休みだ。で、春だから休もうと思うんですが、ここでちょっと。 1> と一年生の時と変わりますはいこれはあの就職活動が始まります就職というのは仕事を探すはいアルバイトじゃなくてアルバイトの仕事じゃなくて大学卒業した後に入る会社を探し始めますはいこの二年生が終わった 3月の時ですそのぐらいからだんだんあもうそろそろ準備を始めた方がいいなあと考え始めます。はい、早いですねまだ大学2年生ですよ、ね、だってまだ2年しか大学生してないのにもう次の就職のことを考える。うん大変だ忙しいですよ。えー 3月だいたいですねあの、まあ、4月とか5月ぐらいから始めてもいいです就職活動会社を探すのは4月5月でもいいと言われているんですがもう3月ぐらいからススーーツツを買いまますす準備しますスーツ、はい、日本の就職日本の会社探す時のその面接の時とかその会社に行く時とか。 に着る服はスーツですはいだいたい黒いスーツそう見たことがありますねきっと皆さんね日本に来たことある人はえっ、ー、と男の人も女の人も黒いスーツで中のシャツは白ピンクとか青とかなんか綺麗な柄が入ってるストライプとかダメダメダメドットダメ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 白白だけはい。 でえっ、ー、と女の人は、まあ、スカートでもいいしズボンでもいいですうんでも色は黒そして持っているカバンカバンも黒ビジネスカバンはいそうですあれで髪も髪の毛も黒はい黒くしますえ大学生の時って髪の毛の色何でもいいです はいこの写真の女の子のように少し髪を茶色にしてもいいですね自由ですはい高校だと高校生だと学校のルールで絶対髪の毛を色を変えてはいけませんとかもちろんありますそういう高校多いですはい私が行っていた高校ももちろんそうですダメはい あとは例えば男の人が髪が長いというのも多分駄目だと思います高校で私の高校はダメだったと思ううん,んだからそのルールの厳しさは高校によって違うんですけど、えー、と大学はもちろんもう自由です何しててもいいですもうどういう服でもいいしどんな髪でもいいし化粧してもいいししなくてもいいし自由自由うん。 あのへみんなに迷惑をかけなければいいだけですからだから自由なんだけどその就職活動、ね、会社を探すことになったら、はい、もう髪を黒くして、はい、今までは髪は赤い色だったけど黒く染めてそして会社の面接に行く会社の説明会に行く、はい、とします。そうだから えと皆さん電車の中で見たことあるかもしれないですね日本でね東京とかにいるとよく見ますようんそうすぐ見つけられますもう電車に絶対いる、はい、あこの人は仕事を探している大学生だなーっていうのがすぐ分かります、はい、あれですあれがですねまあ早いです年2年生の3月からもう始まるうん <laughs> でまあ、まずまあスーツ買ってね。スーツもね。大変ですよね。買わなきゃいけない。お金かかりますよ。えーと、それをまあ3月に準備してまあ、4月ぐらいから、えー、会社とかいろんな会社の説明会に行ったりして、えー、それです。で、だから3年生の夏夏夏ぐらいだともうインターンシップが。 始まるんですねインターンシップに大学生が参加していい、はい、ですのでもう夏になって 3, 3年生の夏休みになって準備したんでは遅いからもっと早く申し込みもしなければいけないしインターンシップの申し込みとかはいだからもう3月ぐらいから準備を始めるそうです。 だから大学2年生の3月まあつまりそれは3年生になる1ヶ月前ですね3年生になるのは4月からだから1ヶ月前からだんだん準備を始めるはいそう徐々にと言います徐々に少しずつ準備を始めるはいそしてじゃあ3年生の3月です就職活動も始めたもう 3年生の夏休みよりあとはもう就職活動始めてますみんなはいだからえっとその3年生就職活動始めた後の3月はいはもう会社が決まってる人もいますそうこれは4年生になるちょっと前ですよね4年大学4年生になる1ヶ月前だから もうその時にはもう会社からら合格もらった、うん、だからあ私はあの会社に入る大学卒業したらあの会社に入る決まってる人もいるしうーん決まってるんだけど一つは決まったんだけどまだ実は違う会社にも興味があるから、えー、まだ就職活動はやめないでまだ探してます。 といいいう人もいますはい、そして「まだどこも決まってません」という人も多いですもちろん4年生うんあ3年生か3年生の3月まだですまだ決まってないですはいだから3年生の3月っていうのは結構心の中はうーん焦ってる焦るっていうのは どどうしようううししよよ大丈夫かな私大丈夫かな大学卒業したら仕事本当にあるかなどうしようどうしようと思ってる焦るですはいもっといろんな会社の試験を受けた方がいいかなどうしようどうしようもう今20社20社受けたけど1個も受かってないからダメだあと10社を頑張らないとそうえっ、ー、と来週来週2つの会社申し込みしようよし頑張ろう私頑張れと思ってる人も多いはいそうです だからもし皆さんが電車の中とかバスの中でそういう大学生就職活動してるスーツを着た黒いスーツを着た女の人男の人を見たら「頑張ってください」と心の中で思ってくださいはい直接言わなくていいですはい大丈夫だからねあのちょっと本当にとってもこう緊張してると思います大丈夫かな私ちょっとストレスですよねうーん。 そしてじゃあ4年生4年生ですもう卒業しますという人はいえっ、ー、と4年生の卒業は大体えっ、ー、と3月下旬うーんですね大体大学卒業するのは3月下旬大学遅いですねでもこれ大学によって違うので,でも大3月の間のどこかで卒業式があります大学は。 うん、はいで、えー、その時に会社が決まってる人大学卒業した後会社行くあの会社に入る私は頑張る決まってる人はハッピーですねはいですが会社が決まってない人もいますもちろんはいでもそれはちょっとやばいですはい <laughs> はっきり言ってやばいです大学卒業する大学卒業する3月に まだ会社決まってないっていう人はちょっとねあのー、残念ですがみんなが知っているようないい会社にはなかなか就職できない可能性が高い、はい、でも分かんないですそれは人によるけど大体ですね大きな会社で有名な会社というのはもう9月大学4年生の9月の時とかまたはもっと早い。 4月とか5月とかにもう試験が終わってますはいだからそこで合格してないということはもうちょっとチャンスがあんまりない、はいはその大学卒業した後とすぐには入れないけどまあもうねその大学卒業して1年目はちょっと小さい会社で働いてその後もう一回大きい会社に入りたいと。 テストを受けるとかそういうのもできますからろ、ね、いろな方法はあるんですが卒業式の時に大学卒業式の時に「会社決まってないどうしよう」「私会社決まってないの今も会社探してます」という人はちょっと本当に「うーんやばい頑張ってね」という感じです。はいで、えー、ともちろん、えー、ともっと勉強すると言って大学院に行く人もいますよね大学院。 とかえっ、ー、と人によっては海外の大学に留学するという人もいるし、そうですね。でえっ、ー、とじゃあ大学卒業して会社に入るで会社決まってる人は何をするかについて話します。一ヶ月この三月ほとんど休みです。はい。いいよねいいですよねもう会社も決まってるし。 4月になったら確かに会社で働くけど今はまだ学生大学生だよし時間がある何するよくすることはどうですか皆さん何すると思います日本の大学生この3月うん長くて1か月間ぐらい休みはいすごいどうします <laughs> これ 4月からはもう会社で働かなければいけないもう仕事仕事仕事毎日仕事そして満員電車で帰る忙しい仕事仕事ああね疲れるだからこの3月は大学生は旅行に行きますはい遊びに行くんです旅行旅行がとても多いです卒業旅行ですはいえー、大学生だから あのやっぱり高校生と違ってアルバイトたくさんしている人が多いのでお金を持っている、はい、そしてお金もあるし時間もあるそうしたらもう今旅行に行くしかないそうです今でしょう今行く今行かなくていつ行くんですかそうです今行ってらっしゃいということでえと外国に行く人が多いですはいですので皆さんの国に 旅行に来る卒業旅行に来る大学生は多いと思いますはいみんなの国みんなそれぞれ違うと思いますが、えー、若い人一人で来る場合もあるしグループ何人かで来る場合もあるしいろいろなんですがえー、旅行に来てる人見たことありませんか3月はいえなんで3月にこの国に旅行に来てるんだろう え暇なんですかと思った人はい暇なんですはい時間がありますそうというか今しか暇じゃありませんそうですこの学生さんたちは4月からもう仕事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 ストレスストレスストレス始まりますそういう毎日が待っていますはいですから今はもう天国ですヘブンです彼らにとって天国そうだから旅行に行くんです 人によってこれは、えっと、1週間どこか海外に行く人もいるし、えー、国の中国内日本の中をあの例えばちょっとだけ行く人もいるしんー例えばもう本当に1ヶ月間ずっと旅行いろんな国に行きますという人もいるしいろいろです。そうだけどやっぱり旅行行くっていうのはよくある話ですね。そうだから すごくお金持ちじゃないんですよだけど4月から働きますからもう時間がないんですねお金はあるけど会社を休めないです日本の会社特にその1年生です会社員1年生はなかなかそんな無理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 休めない休めないだからあの旅行に行くというのはもう大学生の時にやってしまう そうなんです、ね、かわいそうですよねちょっとねもうちょっと休めたらいいんですけどねまあでも社会人1年目と言いますそういう大あの会社員になった1年目1年最初最初の1年間はまあ本当に、うん、無理ですね休みますすいません休んでいいですかどうしてですか旅行に行きたいですはい駄目ですはい駄目ですとなりますから無理ですからそう。 うん、普通の会社は無理なので1週間休みますいいですか、うん、ダメですはいだからあの休めるのはもっともっと後ですね何年も働いた後うんだからね旅行行きますはい大学生いってらっしゃい頑張ってくださいですのです大学生もあの忙しいですよねこうアルバイトもするし会社もは探すし 大学のレポートも書くし、はいいろいろやってます。はい。そしてじゃあ会社員行きましょう。最後です。会社員会社員はですね、また全然違います。学生とは全然違う世界ですね。はい。ねえ嫌な世界ですかこれ。暗い世界？みんなは経験したくない？知りたくない世界ですか？<laughs> そんなまあそうですねまあ大変ですよね確かにねまあ働くのは大変誰でも大変ですはいえーまただ日本の場合説明しますはい日本は3月というのはえっとあの大事な時で日本って4月から新しいスタートですよね 学校は四月から始まる。はい。それと同じで、会社も同じなんですね。四月から新しく何かを始める。という考え方があります。だから。大きい会社で働いている人は特に。はい。えっ、ー、と、今までは、例えば。うん、そうですね。じゃ、東京の。東京を、例えば、じゃ、東京の、えっ、ー、と、じゃあ。 渋谷にしましょう渋谷の会社で働いてたはいそういつも渋谷の会社で働いてたんだけどその自分の会社の中の、えー、移動というのがあります移動場所を変えるってことですその会社は渋谷にもあるし新宿にもあります新宿新宿知ってますね東京ですねうんで 自分がいつもは渋谷の会社会社社でで同じすよ働いてたんだけどいつもは渋谷の会社に行っていたんだけど4月からはし新宿行かなきゃいけない新宿行ってください同じ会社です、はい、だけどちょっとあなたね4月からは新宿でお願いしますと言われるこれ行ってくださいねと言われるのが3月に言われることが多いんですはいわお え私ですか私田中さんじゃなくて私が行くんですか新宿にねはいそうですあなたです山田さん行ってくださいね来月から4月からあなたは新宿ですはいわかりましたはいとなりますはいえー、とこれはなかなか「い,いえ私は行きたくありません」とは言えないですはい「もう行ってください」と言われたら「はいわかりました」 で渋谷といつもは渋谷だった3月まで渋谷4月から新宿これは遠くないですはい電車ですぐですだからあんまり場所が離れていない場合の移動と言います場所が変わる働く場所が変わる同じ会社だけど同じグループ会社だけどその場合は、えー、と私は引っ越ししなくていいですねはい 同じ家で引っ越し,しなくてだってそんなにあ電車でだって10分も変わんないですねその新宿と渋谷って10分かかんなかったと思いますよもっと近いかなうんだから私は引っ越ししなければいけないですというわけじゃないからその場合は1ヶ月前ぐらいに言われるとかまたは2週間前ぐらいに言われる移動する2週間前ぐらいに言われるはい。 らしいです会社によるんですけどそんなに前には言わないです1年前からあなたは来年から隣の駅のし新宿に行ってくださいと言わない言わないはい、あ、1ヶ月前とか2週間前に言ううんだからそれが3月です3月に多いですそうだけどもっと遠い移動の場合ですね例えばいつもは東京なんだけど北海道に行ってください 同じ会社のグループ同じグループ会社だけど4月からは北海道に行ってくださいという場合はもう少し前に言います例えば3ヶ月前ぐらいはい4月から移動4月から北海道に行くから例えば1月ぐらいにそれを言われますあなたは4月から北海道ですよろしくお願いしますと言われるのは、まあ、23ヶ月前にはそれは言われるんですね そうだからあのそうなるともし北海道に4月から行くとなったら引っ越ししなければいけませんはいだから家を探さなければいけませんそうなんですだからえっ、ー、と例えば北海道に移動移動っていうんですねこういう自分の働く場所が変わること移動うん移動の意はあのムーブのム ムーじゃなくて異なるっていう字です。違うっていう字。そうでどは動く移動と言います。移動するね。うんとそうなるとやっぱりあの部屋を探すのに三月は部屋を探すはいために北海道に行ったりするんですね。私の家どこがいいかなって探しに行く。はい。だから日本人は三月は引っ越しが多いです。 そうですので皆さんはあの日本に来て留学するとかいう人は4月から日本で生活する人多いと思うんですね。会社が4月から始、ま、新しく始まるという会社がとても多いので毎年ね。だから、えー、とその時は部屋探す時やっぱりちょっと大変部屋があんまりない、はい、とか他の人とその一つの部屋を取り合う。 いや私がこっちの部屋がいやいやダメですまだ私が私がって,、ね、ってなるっていうのがありますあとは早く契約してくださいほかのお客さんに取られますとか不動産屋さんに言われるそうそういうのがあるのが3月ですはいで、まあ、ちなみにこのどこか行ってくださいあなた東京じゃなくて北海道の会社行ってくださいっていうのはえっ、ー、と 10 10月月にもも多いいいいいみたたでですすねああなた10月からら北海道行っっててくださいっていう場合もあるらしいですこれ会社によるんですけどただ4月からどこかに会社をあの自分が移動するっていうことは結構多いですはいそしてそれを「行ってください」「あなた行ってくださいね」と言われたら「行きません行きたくありません私は北海道嫌いです寒いのが嫌いです」とかはほとんど言えませんダメです。 はい言われたら「はいわかりました行きます北海道は寒いけど食べ物が美味しいですよねきっと」と言いながら行くはいだから家族と一緒に引っ越す人もいるし例えばまあそのま,まそうだって子供は小学校とかに行ってるかもしれないですよねだ高校に通ってるかもしれない だから君たちはここで自分は北海道に2年ぐらいで終わるから2年間だけ北海道で生活するとか、はい、そういうのもありますまたはもうそういうことがいつも起こる会社もあるんですね会社によってはだったらもうどん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 引っ越し引っ越し引っ越しですはいじゃあ次は来年は2年間は北海道ねその後は沖縄ですとかはい 2年間また沖縄その後アメリカですアメリカ3年間ですはいみんなで行きます家族みんなで行きますとかはいありますそうねそしてもう一つじゃあ普通の、えー、こういう移動じゃない会社員で3月よくしていることはもう一つありますこれは旅行ですはいよかったですね日本人旅行に行ってらっしゃいそう はいこれは皆さんも行けますね良かったですね3月は会社の中でも春休みと呼ばれるものがありますはいだけどこれ会社の種類にもよりますよもちろんはい例えばさっき話した引っ越しを手伝う会社引っ越し業者と言います引っ越し業者とか不動産はいその部屋を貸す貸す家を うーんマネージメントしている会社とかはもちろん3月はとっても忙しいですから春休みはないです、はい、違う時に休みがありますけどねそうだけど、えー、とまあそういう会社じゃない別の種類の会社だと春休みというのが3月にあったりします、まあ、それでもう長くても1週間とかですけどね長くても1週間はい。 だからそんな時に、えー、会社員その会社の人たちが順番に休みを取る場合もあるし今週は私が休んでで田中さんは今週は仕事に出るで来週は田中さんは1週間休んで来週は私は会社に出るとかいろいろまたはみんなで休むっていう会社もあるけどそれはいろいろですねそう。特に学校の先生だと、あのー は休みやすいですよね。授業がないからうん。そうそうなので、えっとこういう時に1週間くらい休みを取って旅行に行くという会社員は多いです。はい、この時、日本の中を旅行する人もいるし、外国皆さんの国に行く人もたくさんいます。はい。だから3月は本当にみんなの国に日本人が来る。時です。そうはい。 3月月ととあとは4のの初めの時ですそう、えー、この時は外国に日本人がいる遊びに来ている旅行に来ている場合がはいありますだから日本人を見つけたら「あこの人は多分旅行に来た」と思ってちょっと話して声をかけてみるはい是非やってみてくださいおすすめですあの今は春休みですか とか聞いてみてもいいと思います。はい <laughs> ね、ということでした。ですので、えー、このようにですね、えー、今まで小学生から大学生までの3月何してますかという話をしたしあとは会社員が何してますかという話もしましたね。そうえー、あちなみにこの会社員はあれですね、えー、と春休みがあるから旅行に行けて嬉しいハッピーですが。 さっきの移動みたいに今は東京だけど4月から北海道に行かなければいけない、はい、そうなると嬉しい人もいるしやっぱり心の中では「行きたくない」「やだーどうして私が行かなければいけないの?」とかいやまたそこで新しい人間関係がある「リレーションシップ」 ですね、あちょっと大変だなまたみんなと始めましてこんにちはから始めるのかあーと思っている日本人もいると思いますはいだから3月の電車の中はいろんな心の中がありますねみんなみんなちょっといろいろ複雑嬉しいなやったやった旅行に行こうという人もいればはあやだな来月4月から ああ北海道行かなきゃやだ行きたくないな寒いよなとか思ってる人もいるしあ,あ桜が見られるなそろそろ楽しみ大学生になったら絶対いい恋人作って桜を見るんだとか思ってるいろんな人いると思いますはいですのでちょっと複雑3月は,はいあとは花粉症の人もいますしね花粉症はいクシャとクシャと鼻が痒い目が痒いいろいろありますはい こんな感じでした皆さんの国の3月とどうでしょうか違うと思いますきっと。ね。ぜひ皆さんは3月どんな気持ちですかというのを教えてください。はーい。さ、えー、こんな話をしましたが、えー、と私は日本語を教えていますので皆さんと是非、えー、勉強したいと思います。よかったら是非私のオンラインクラスに来てください。私のオンンララインクラスは、えーと ズームでやるクラスとズームは直接話すクラスです皆さんと顔を見て話すクラスですそれとビデオレッスンがありますはいみんな忙しいからはいあのー、自分の時間があるときいつでも見てくださいというビデオレッスンがありますよビデオレッスンは JLPT の合格するためのビデオレッスンがたくさんありますはい特に人気があるのは読解ですはい読解の 長文のやり方とか短文中文のやり方そして読解どうすれば合格しますかとかその説明してます N1 と N2 のビデオのレッスンがありますいつでも見られますよぜひこれ見て合格してくださいそういう人は今までたくさんいますはいどうぞ使ってくださいあとはビ z、えー、ズームレッスンは三つありますビジネス日本語と会話の練習とプライベートレッスンです ビジネス日本語はビジネスメールの書き方メールの書き方難しいメールねメールとかビジネス電話の書け方受け方話し方とか会社のテスト面接インタビューのはい答え方難しいですねこれねはいとかやってますどうぞ、えー、必要な人ぜひ来てください えー、あとはビジネス日本語の、えっと、電話ですね電話の話し方はあの YouTube でも作りました見られます是非、はい、これ見てみてください少しはあの勉強できると思いますよそして会話練習のズームレッスンあります、はい、これはですますを使わない話し方と敬語を使った話し方どちらも勉強しますとっても面白いですはいどうぞ。 そしてプライベートレッスンもあります。これは皆さん一人と私一人で勉強しましょう。レベル N5 から N1 レベルまで誰でも教えます。何でも OK。教えること何でもいいです。JLPT のリーディング OK。会話も OK。はい、何でもいいですよ。好きなことを勉強しましょう。えー、一緒に勉強するの楽しいですね。私も嬉しいです。よろしくお願いします。 はい私のオンラインレッスンのリンク下に書いておきますコメントのところディスクリプションのところに書いておきますぜひ見てくださいそして私の x twitter ありますこれもコメントリンクのところに書いておきます、えー、桜餅の写真を今最後に見せますね桜餅はいえっ、ー、と3月中だったら日本の美味しい うんと和菓子屋さんと言いますがそういうお店で買えますはいまだ食べてない人ぜひ食べてほしいで桜餅については私あの YouTube でポッドキャスト作りましたはい見るとよくわかりますよくわかりますこれのことがはいどうぞおすすめですじゃあ皆さんの三月は何をしているのかはいえー、みんなの国で日本人を見た 旅行してる人見たという人ぜひ教えてください。<laughs> どんな人見ましたかそう教えてくださいで。皆さんからのレポート待ってます。